加藤武雄は、大正、昭和期の小説家、号は東海、神奈川県津久井郡川尻村生まれ、高等小学校卒、川尻人上小学校で訓導を務める。親戚に、八木十吉がおり、川尻人上小学校では、教え子でもあった。当初家として、次第に名を知られ、明治時代末から佐藤義良に接近。1911年、新潮社に入社し、 編集者となり、文章クラブなどを編集。1919年、農村を描いた自然主義的な短編集、教習で作家として認められる。1922年から1923年のクオンの増位の通俗小説、少女小説の書き手となり、大正末から昭和初期にかけて中村村を三上乙吉と並び称せられる。 通俗小説家として一世を風靡し、三人合わせての長編三人全集が刊行された。戦時下には戦意公葉小説を書き、戦後はやはり通俗小説を量産した。また、八木十吉の二冊の詩集の刊行を助力し、関東ことや序文を執筆した。晩年は、有馬より近に長い間書いてきた私の大衆小説は、消える。もう一つだけでも、 後世に残るような作品を書いてから死にたいと語っていたが志を果たすことなく、1956年9月1日に脳出血のため、東京都世田谷区成城の自宅で死去。去年68、開名は上地院駆動島開古寺。津久井湖方面から国道413号のと、伊沢交差点を左折し直進した先にある、白山発電所の構内を抜けて、 坂道を上り城山後半に向かう途中に、加藤の文学碑がある。この文学碑は、女性の丹下健三が設計した。門人に、佐藤愛子がいる。文学碑 AB、暴走の作家、八木十吉九主優求め、死臭観光。千葉日報。 https://www.chibanippo.co.jp スラッシュカルチャースラッシュ b ボウソ u スラッシュ307662018年11月10日閲覧。沢村修司、八木十吉の言葉心よ。では言っておいで理論者。2013年、P177、187、岩井博史、作家の臨終。 ごひじ点九94ページ。ありがとうございます。